まあ、これマジでホラーだね。シュ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 。やっとるかよ。え、具現化しちゃった。いや、待って、ちょっと。俺の。グスバンプス。グスバンプス。ひどすぎだ、それは。はい、皆さん今日はね、はい、これもうめっちゃリクエストされてる、はいはい、ホラーストーリー、オルバンレジェンドとか、そう、ね、自分の知ってる、そう、ね、まあ、自分の体験じゃなくて、うんうん、体験ある？友達の体験とか、なんかその自分がなんかその、まあ、行ったことがある心霊スポットとかの体験とかもある、うん、なんか自分なんか見るとかさ、自分はないな、自分はないかな、俺もないな、霊とか感じたことないからそうかそうか、まあ、そういう話をちょっと何個か紹介していきたいと思います、うん、はい、はい、せっかくキャンプだね、そう、キャンプね、でもさ、その前になんか飲み物欲しくない、そうだね、いや、ちょっとなんか怖いからね、そう、怖いからね、リラックスできるような、はい、はい、皆さん、せっかく家から持ってきました、はい、チンモリー、今回はチョコシリスンね、はい、まあ、チョコ飲むとリラックスできる、で、幸せ、そうね、そうね、幸せだから、まあ、バランスいい、怖いと幸せ、怖いと幸せ、で、中和ですね、中和ね、OK、中和、まあ、ジャミナルチー、俺シーソルトがいい、じゃあ俺、俺じゃあシュガーダイエットするからね、俺、俺シーソルトいきます、俺チョコレート、じゃあ俺アーモンド、オッケーオッケー、はい、飲みましょう、いきます、これはね、みんなが好きなやつね、うわ、クリーミー、あ、うまっ、てかチョコレートうまいな、うまっ、これちょっとしょっぱいから、なんかよく飲んでるけど、なんか飲むことに感動いや、マジで、で、どんどん好きになってくる、ね、いや、これやっぱ味だけじゃなくてちゃんと栄養素とかいうか、うん、プロテイン入っとるから、うん、そうなの、補給できるもんね、ちゃんとしっかり栄養を、まあ、いいね、プレミアム感がすごい、そうやね、チョコレートめっちゃ感じる、うん、シュガーでもめっちゃ感じる、こんなに濃い牛乳ないよね、マジでマジでうまいね、これで糖分頭に入って頭活性化してうまくね、うん、ストーリーを伝えれたらいい、いやいいね、テストやな、みんなも飲んでる、はい、まあ、みんなも飲んでると思いますから、はい、一緒に飲みましょう、乾杯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 、じゃあ飲みながら、はい、そっか、やってるからスタート、じゃあまずはいいですか、はい、はい、まあ、これちょっとホラーと言えるのかどうかあれなんですけど、まあ、その人間関係的なホラーですね、うん、井の頭公園ってわかりますか、おお、吉祥寺にあるやつね、吉祥寺にある結構いう、それ、なんかそれあるの、そう、吉祥寺にある結構有名な公園で、うんうん、大きいよね、そう、で、そこの公園の一番の目玉スポットが大きい池があるんだけど、うん、そこであの、アヒル の、 あの、うん、ボートの、ボートがあります、やったことないじゃん、いや、でもアヒルは乗らない、あ、これ、あ、これでもこれじゃなくてアヒルのボートが、ね、あれなんか大体その2人、うん、カップルで、そうね、多いね、男と同じに乗るんだけど、うん、めっちゃ多くない、そう、ね、で、それを2人で乗ったら、他のところはないんだけど、井の頭公園2人で乗ったら別れるらしいです、え、カップルが、これのカップルが何ヶ月以内とか、いやー、特にないですけ ど、 けど、やば、これマジでホラーだねあの、ごめんなさい、これここまでね、ジャブホラーのジャブですね、だいぶでもこれホラーだよ、まあね、マジで、なんか失恋は一番ホラー、まあね、人間関係的なホラーだよね、そういやさ、うん、俺ら桜トリップ行ったじゃん、うん、そこでさ、京都行ったじゃん、うん、もうさ、渡月橋がある、あれね、あの嵐山の有名な橋、あれで、まあ、別れる関係になるんだけど、あれ渡ってる時に後ろを振り返ると別れるらしい、マジっていう、そういう何伝えられてる、これがあるらしいよ、マジマジ、え、じゃあ肩トントンとかされても絶対ダメ、そうです、多分ね、だからどんどんでやったらもう終わり、そうです、渡月橋を渡っててパンチェロンパンチェロンって言われてもガリさんマスガリガリOi guys, jadi kita didatengin sama mas-mas Gali. Gali, Gali. Wae. Baik banget Mas Jero, pokoknya orangnya baik banget. Aduh. Panutan pokoknya. Aduh. Mantap jiwa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 . Yo, yo. Thank you, Mas. Harus siapa datang kan?
楽しみだね。まあというね、まあちょっとまあポップなところも入れつつ、じゃあ次本題をね、はい、ホラーに行きましょうか。じゃあ僕は、皆さん赤い部屋っていう都市伝説聞いたことありますか？聞いたことない。それだけで怖いな。赤い部屋。ウマメラハ。なんかある大学生、まあ俺らみたいな、そんなにお金持ってない学生が古ぼけたアパート、まあやっぱ安いからね、そういうアパートに引っ越したんだけど、その部屋を、まあ最初やっぱ物件見るときになんか穴とかそういうの開いてるか見るよ、うん、そしたらなんか一個穴が開いてる場所があったの、まあ、だからその分ちょっと家賃が安くなって、まあ、そこに住むことになったんだけど、その人は、うんうん、やっぱその住み始めてから、その隣のここが何に繋がってるのか気になるから、こっち覗いてみたら真っ赤だったの。真っ赤？それが怖いんで、真っ赤ってのが血と思うじゃん、違うんだ。何か分かんなかったから大家さんに隣に誰か住んでるのか聞いてみたら、女性が住んでたらしくて、女性その女性が病気で目が真っ赤らしいの。目が真っ赤だからよ、ずっとこう見てた。こう、ビビった今のやばっというのが一つ目でした。えぐっ、もう一つ目でクライマックスよこれ。それは日本の、これ多分日本かな。そうだ。ショックだったマジで。怖くねこれ。怖っ。これ最初に言われたらもう全部しょぼく聞こえるわ。怖っ。予想外の展開だったわ。そう。うわ。はい、じゃあ俺の、まあ、心霊の話は、はい、まあ、俺じゃないんだけど、うん、友達が、まあ、経験した話です、うん、で、まあ、その友達は普通にスキーが好きで、うん、普通にスキーをしに行ったのね、うん、でドエロね、みたいな。そうです。やっぱお金かかるじゃん、うん、だから宿が意外と高くて、うん、なんか結構安くて、でランダムで、うん、そのなんか、うん、その近くにある宿をやってくれる、うん、まあランダムなんだけど、うん、まあ安いからそれでいいやってなって、うん、まあそこのところに入ったんだけど、うん、まあ普通にスキーしてその日、うん、で普通にまあ疲れたから、うん、まあ普通に友達はしゃぎながら、うん、まあ帰って楽しんでたんだけど、うん、そしたらなんか上から結構なんかどんどんなんかうるさかったらしくて、まあなんかはしゃいでんのかなと思って普通に、うん、まあその日は寝たんだけど、うん、そしたらまあ次の日、まあ何があったんだろうと上置いたら上なかった。1階がなかった。だから1階で、あ、だからそれホテルに1階、そうだから何の音なのか分かんない。そのホテル1階建てで、そう、あ、じゃあ2階に住んでて、うん、3階がない。だからあの走り回るような音は何だったのか。屋根じゃない、屋上じゃない、屋根の上じゃない、一番人いたんじゃない。そうやね、多分ドラゴかな。その友達はないって言ってた。でも完全に子供が走り回るような、子供っていうか、走り回るような音で、もう何の音で確認したらもう上はもう行けないし、あ、人がもう行けないような作りになってて、忍者働いてない？シュ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 ってやっとる場合だよね。なるだよな。っていう。なるほど。友達の話つながりでいくと、うん、まあ、結構その、俺はその高校、うん、図志、鎌倉わかるかな、うん、分かる。鎌倉とか逗子の近くの学校に通ってて、うん、でそこの近くに住んでる友達がいるのね、うん、でそこってすごい有名な小坪トンネルっていうすごい有名な心霊スポットがあって、うん、なんでそこが心霊スポットなのかっていうと、そのトンネルが2つに分かれてるのね、うん、トンネル、その間に火葬場があるの。火葬場、火葬場、日本の独特な文化で誰かが亡くなるとそのまま埋めるんじゃなくて燃やすのね、うん、でその遺体を燃やす場所、それが火葬場っていうんだけど、それがトンネルとトンネルの間にあるの。だからもう明らかに霊がいそうじゃん。でそこはもう有名な心霊スポットって言われてて、で夜そいつは家に帰るために絶対にそこを車で通らなきゃいけない。最悪や。で一回家族で通った時に普通に時速50キロ60キロぐらい出してたんだけど、こう普通に車走ってて、でその友達が後ろの後部座席で窓横見たら、車と並行してあのおばちゃんが走ったらしいのね。速
速すぎやん。同じスピードで自転車乗ってたんじゃない誰が時速60キロで自転車乗るの。そうで、マジでそれだけだったらいいんだけど、さらにずっと結構見てたんで、したら、まあ、その時は気づかなかったんだけど、その翌朝起きたらなんか手形みたいなのがついてたの車の窓に。手形ついてんの。幽霊なの。そう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 。え、具現化したってこと。いや待って、ちょっと俺のグスバンプス。グスバンプス。え、ウサイン・ボルトのお母さんとかそういうわけじゃない。でも結構コツボトンネルはいろんな幽霊が出るっていうので有名だから、まあそいつも結構何回かそこを通ってて、でそれに横見たら、でしかも手形がついてたっていうのが結構怖かったっつよね。怖っ。そう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 。心霊スポット怖いね。そうね。怖っ。僕はね、この話がめっちゃ有名で、なんかムービーになる。おお。ジャカルタのある地方、ある地域で、なんかポンドクイナと行って、であそこに家があって、でなんかその家が、まあなんか普通の家だけど、なんか雰囲気が怖い。あーそうそう、なんかいろいろ怖い話があって。なるほどなるほど。それで昔からね。そう、昔からね。でその家の前に、うん、なんか屋台があるんだ、うん、である日屋台する人消えた。消えた。行方不明か。そう、行方不明急に。そう、その不思議な家の近くでそうそうそうご飯作ってた屋台の人が、そう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 、突然亡くなった。そうそうそう。まあ、で、その何、その家でなんかめっちゃ心霊があって、あで、不思議にその家に住んでたのはなんか家族があって、うん、でなんか24時間でなんか1日でみんな誰も住まないでしょ。もうじゃあもう家主に呪いがかかってる。これはなんかオルバナイズだからね。あほとんどなんかわかんないけど、うん、じゃあめっちゃ昔だったって。でも家、その家がある、その家があるけど、その話がなんかどこか。家まだあるの。多分ある。あるんだ。俺も見たことないけど。誰か住んでんのかな。ジャカルタ地方入っていれば、なんかここに書いてあるのが、そういうなんか怖い実験はいつも起こってる。だからその家族、新しい家族でももうなんか怖い事件がある。ホンテッドマンションみたいですね。うん、思った。すげえ思った。次、この前めっちゃバイロン、多分去年くらい、なんか Twitter である人がなんかバス、うん、なんかバンドンからジャカルタ、それなんか4時間くらいバス乗って、その時は夜だった、うん、なんか夜バス乗って、で、まあ最初は普通だったけど、なんか途中でなんか霊とかを感じて、まあまあそうそう感じて、で、うん、他のお客さん見たら顔がなんか白い、なんか真っ白、なんかもうみんな死んでるみたいな、まあそんな感じで、でもうなんかその匂いした、死んどるんよ、死んでるよ。そうで、で彼が、あれが怖いから、うん、まあその動画撮って、でも誰もいなかった。どこで。でも匂いはしたんでしょ。匂いはするでしょ。そうだから最初は幽霊バスよ。最初はいた。うわ。あ、最初で、で入室、なんか途中入室して撮影したら、結果は誰もいなかった。え、なんかそれなんか ニュースみたいになった。いやでもなんか彼がそのなんか言ってるだけ。なんか自分のツイッターでそういう話でした。やばいやばい。怖っ。もし自分がその立場にいたら何をする。降りれないよね、すぐに。そうですね、だってもうさ、どうしようもないでしょ、そのバスからもう出れない。多分運転手もだって死んでるじゃん、それやったら、うん、確かに確かに。多分そのゾンビの一人だから、運転手も、うん、だからゾンビっていうか、なんかどうしたら運転手もいない。ゴースト列車でしょ、もしかしたら。ゴーストバスか、ゴーストバスだから。まず突き破って死しかない、うん、俺だったら自分も死んだふりするかな。てかもう死ぬしかないよな、まずどこに行くかもわかんないしね。でしょ。でもなんかバスがちゃんと向かってきてるまで。ああ、行ったんだ。すごいな。本当か。そのままなんか、まあまあ、なんかもしそうじゃなかったらそのこんな記事書けないね。そうだね。まあね。まあ、やばい。怖っ。じゃあ次は、まあ日本の都市伝説なんですけど、2004年にある女性が2チャンネルっていう、まあその今でいう Facebook みたいな、あ、まあ、そのいろんな、まあ、っていうサイトを使ってる方がいて、で、まあ、その人がその浜松町駅っていうところから、うん、まあ、いつも家帰ってて、でそこで電車を乗ったんだって、うん、だっけ電車を乗って、そこはいつもその一つの方向にしか行かなくて、かつその駅と駅の間隔が 2,3 分だから、まあ、普通だったらすぐに次の駅が来るはずなんだけど、なんか時間が経っても経っても全然電車が止まらなくて、でしかもなんかいつも通らないはずのトンネルの中通ったり、であとはその同じあの列車中にいる人が5人いたんだけど5人全員寝てて、でちょっと不安になったから、そのコンダクターにそのどうなってるんですかって聞こうと思ったんだけど、もう完全にドアも閉まってて、
なんかカーテンとかも閉まって誰にも聞けなくて、でしたらあの駅止まったんだって、ちょっと経ったトンネル過ぎてちょっと経ったら、そしたら木更木ステーション、木更木駅っていうところに止まって、 でもなんかちょっと不安だから、そのフェイスブックみたいなところに、あのこういうところあるんですかみたいな聞いたら、いやそんな駅は存在しませんみたいな。そうでもそこでまず一つ怖いじゃん、でそこからもう怖くなったから、でもさすがにもう家帰りたいし、でも電車は乗れないから一方通行だから、だからもうその線路の上歩いて、でその来た道を通って戻ったんだけど、そしたらトンネル入りました。でもトンネル入って少し歩いたら、なんかそのベルの音とかなんかドラムの音とか聞こえたりして、それでも怖いし、後ろ向いたらなんかその片足しかないおっさんが歩いてたり、それでそれも怖くて、でそれでそのままトンネル抜けたんだけど、トンネル抜けたらなんか男の人がいて、でその人がトラック運転してて、まあ家まで送るよみたいな乗っけてくれたんだって、でもうなでそのこともちょっと不安だったから、 Facebook みたいなとこ投稿したら、いやその人はまあなんか怪しいよみたいな言ってて、でその投稿以降その女性がその Facebook みたいなサイトに投稿することは一回もなくて、まあ一応その電池が切れたっていう風に言われてるんだけど、まあ死んだのか殺されたのか、なんか行方不明になったのか。でも一つ分かるのは、そもそも日本にその木更木ステーションっていうところは存在したこともないし、だから怖っ。これ有名だよね、これ有名だよ、ちょっと前ぐらいに入った、ね、そうこれ本当のことか、まあ分かんないから都市伝説なんじゃない。そうでもいやなんかそれを見ちゃうならある2チャンネル、でも2004年だから結構昔、だいぶ前だけど、その投稿あるかな、まだ残ってるんじゃない、あるんじゃない、もしあるならじゃあ、そうだよね、なんか本当のストーリーじゃん。いやそうだよね、まあ、なんか本当に携帯の充電が切れたのかもしれないし、でもその後だったら、まあなんか充電できたら、まあそうだね、まあ、投稿するじゃん。そうだよ、普通そうだよ、ね、でも投稿しなかったら、木更木ステーションがないからね、ないのに、もしかしたらいやミストタイプかな、そうでもさ、言われてる、静岡県にそんな木更木駅みたいな名前のところあるの、なんか例えば一文字間違いとか、そういうのかもしれないっていうふうには言われてる、そういう説もある。まあけどそれでもしかしたらセベステラアギとか、でもそれにしても片足の人とかさ、片足の人とか、ね、そうそういつもすぐ駅来るのに次の来なかったりとか、トンネル通らないのに通るとか、なんか変なことが多い、そう、うわ怪しいな、怖いね、待ってちょっと怖くなってきた、こういう話聞いたことある、あれこれも日本1954年ぐらい、なんかめっちゃ前、なんかこれはまあホラーじゃないけど、不思議な話、なんかミステリアスな話、でパスポートが怪しい、なんか聞かれたら、これの前は倒れたで探したら地図にない、でも彼もなんかなんでないの、この人は誰とはどこ、と聞いたらなんかちゃんとここだよ、これ誰あるよとか他の電話じゃ、確かにパスポートの国はタブレットになってる、多分そうだから怪しい、どこだ、でもなんかパスポートっていう概念はあるんだね、まずさ、でその人がなんかホテル東京でホテルブッキングしたって言って、でもそのホテル自体がないホテルの名前がない、でそのブッキングもない、まあ、ホテルの名前がない、でも彼がなんかあるよ、彼の世界というかではある、怪しから、なんかそういうなんか高知庁に、連行されて、そうで、急に消えた、だからやっぱそう、なんか時間経ってなんか8時間ぐらい、10時間急に消えた、未来人か、なんか荷物も全部消えた、でもなんかそれは無理というか、だからその、そう使ってるからもう全然なんか全然逃げれないから、もう完全に消えた、タイムスリップやな、そう多分タイムスリップ、いや未来の人なんですね、うわめっちゃ鳥肌なんか怖いっていうかすごいなこれはすごいなんかこれはホラーじゃないけど、なんか映画にしてほしいわね、でなんかその他のなんか人のテオリー、その他について多分、夢の世界、なんか僕たちはさ例えばなんか夢でどこかいるじゃん、どこか行くじゃん、でなんか知らない国に行って、でもその国の人が実際に存在する、で僕たちが起きたらなんかその国から消えるじゃん、そうだから多分この人が別のそういうこと人の、まあ、夢かもしれない、いやそれが現実世界に行くんだ、ね、すごすぎん、だからそれは何ディフレンまあ、まあ、つまりパラレルワールドパラレルワールドそうなんかでもちょっと信じたい ねこれはなんかちょっと信じてみたいわ、面白い世界、ね、だったら、じゃあ最後
ちょっとこれネットにあるやつをそのまま読ませてもらうんですけど、はい、赤いクレヨンっていうお題、また赤いシリーズね。また赤いか。ある夫婦が中古で一軒家を購入しました、うん、中古といっても、まあ、結構綺麗で新築同様で価格も安いから、まあ、結構満足してその夫婦は買いました、はい、でその実際に住んでみて家はめちゃくちゃ快適だったんだけど、なんか住み出してから少し異変があって、なんか赤いクレヨンが廊下に落ちてたんだって。で夫婦には子供もいないし、なんかその泥棒とかそういう侵入した形跡もなかったの。なのにいつの間にか何回直しても赤いクレヨンが落ちてた。で不思議に思った夫婦はその家の中をくまなくも隅から隅まで全部探した。そしたらなんか構造的になんかおかしい部分があることに気づきました。そこには空間があるはずなのに入ることができない壁が存在してて、まあ、例えば家がこうあったとしたら、こういう状況で空間があるんだけど、はい、ここ板で隠してる感じだね。ああなるほどなるほど。でそこが人いるってことですよ。ああやばい怖い怖い。ああではちょっと不気味だったんだけど何か分かんないから、そこの思い切って壁紙を剥がした。そしたら、ここから釘で打ち付けられた板が出てきました。釘で打ち付けられた板って、じゃあだからもう一個壁があったとかね。それはどうやら扉やったらしくて、部屋、なんか他の部屋への入り口になってて、まあ恐る恐る板を壊して、その夫婦は入っていきました。そうすると、そこの壁が真っ赤になっている部屋であることに気づきました。しかし、その部屋の中には何もありませんでした。赤いだけで。でなんだこの部屋はと思いながら、うん、その壁に近づいてみると夫婦は言葉を失いました。なぜと思いますか。真っ赤な部屋だったの。真っ赤な部屋だった。壁とかも全部真っ赤だったの。真っ赤だった。全部血。全部血。正解はお父さんお母さんごめんなさい、ここから出してください、ごめんなさいごめんなさい、お父さんお母さんここから出してください、出し出してっていう、多分自分たち夫婦が住む前にある家族が住んでて、その子供を虐待する部屋としてその部屋に閉じ込めてて、子供がお父さんお母さんごめんなさい、出して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 っていうのを赤いクレヨンで書いてる。そう赤いクレヨンで書いて、その赤いクレヨンで見えないぐらいに壁がぎっしり、わかる、その壁意識全部その言葉で埋め尽くされてる。怖っ、やばい、ひどすぎるそれは。という話でした。それ夫婦がひどすぎる。まあ、わかんないけどその一個前の家族だから。でもなんでその部屋が何の、でも何、そうやって事故物件っていうのを不動産は隠したいから、その部屋ごとなかったことするためにその板で埋めて。いやでもその部屋の中になんか何もなかったじゃん、うん、そのじゃあ子供で、子供も死んだんじゃね。でだから赤いクレヨンが毎回落ちてた、その幽霊として。ああ確かに気づいてほしい、気づいてほしい、気づいてほしい。寝れねえよ今日。俺もうおしっこ一人で行けないわ。これが実話かどうかわかんないんですけど、こういう都市伝説であったりストーリーが日本にはたくさんあって、多分この今後も多分まだまだありますかね。皆さんね、もしこういう動画好きだったら、まあ俺はちょっと怖い、俺もちょっと怖いだけど、もしみんな好きだったら、ね、まあ今またやっていくんで、ね、なんか怖いストーリーとかしてたら、ね、そうだね、なんかサイトとのリンクとか貼っといてください。そうだね、みんなももし怖いストーリーあったら、で自分で飲もうか。安心感が大事だからリラックスしないとね。これで待って、俺終わったから。俺終わった。次の次でいいよ、全部うまいから。いやー怖いなこれ。まちょっと怖い。なんかさ、こういうホラーストーリーとかさ、来たらとか、そのホラーモビ見たらもう部屋出れない。俺もね、でもこれから僕たちは歯磨きしないといけないから、4人で行ったら怖くない。はい、はい、皆さん、それじゃあ見てくれてありがとうございました。イレーテートのメールシェアお願いします。じゃあまたね、またね、またぽじわあ、え